始まってますね。始まってます。あ、これは一生打ち合わせ中の黒沢さんと虻川さんと一般の方ですね。どうもこんばんは、時間堂動画日記です。こんばんは、はい、今日はですね、はい、ここはどこなんでしょうね。でれーん、でれーん、東京芸術劇場に下見に参りました。参りました我々。じゃあ最後にこちら、はい、てって酔わないでね、ごめんね、みんな、ね、あの素敵なロビーが特徴的ですけれども、シアターウエストで、シアターウエストで、我々7月29日から31日まで時間堂造屋ペイ率のアパートを公演するというわけで、スタッフさんと我々と、あ、膝水木です、尾崎紗友子です。こんばんは。下見してきましたね。はい。どうですか、尾崎さん。いや、思ったより、なんかこう、変に広すぎずなく、そうそう、ちょうどいい。すごくね、いい感じのサイズ感とスペースで、うんうんうん、いや、ここは素敵だなって思いました、うんうん。なんかね、裏回りも素敵だったよね。素敵でした。いろいろ広い。いや、なんかドキドキしましたね。ねえ。こんな、綺麗な、劇場で我々公演しますので、ぜひぜひ、今チケット発売中です。はい、現役のボックスオフィスでも実は、はい、チケットを取り扱っておりますので、うん、時間通り芸術劇場のボックスオフィスでお買い求めください。うん、じゃあ待ってるよ。バイバーイ。